はい、皆さん、年末年始いかがお過ごしでしょうか。テコのスマホ相談室のガラスマテコでーす。はい、今回はねラジオ感覚でゆったり聞いていただけたらいいなと思って今ね録音してるんですけれども、一人でひたすら話すのもちょっときついので、この方にお越しいただきました。どうぞ。あ、どうも皆さんこんにちは、顔なしガジェットです。はい。お久しぶりですテコさん。はい、 お久しぶりです。かなり久しぶりじゃないですかね。結構ね、結構前ですよね、コラボをさせていただいたのも。ねね、なんか顔なしさんすごい最近とてもね忙しそうで。そうなんですよ、すごくね、うん、忙しくて、あとね、あのなんかぎっくり腰みたいになっちゃってて、実は。ぎっくり腰。それは軽度なんですけどね、ほとんど治ってはいるんですけど。うん、痛かったですね。じゃあそんなぎっくり腰って。めちゃくちゃ痛かったです。そう、いや、なんかてこも職場の先輩がぎっくり腰になっちゃったことあってめっちゃ辛いって言ってたんで、はいはい、そう。はい。ああ、そんなことになっていたとは。まあ、ギリギリね、年末ギリギリでほぼ治ったんでよかったかなって思ってます。いや、でも引き続きお大事になさってください。いえいえ、ありがとうございます。まずはね、まあ、テコのチャンネルということでね、今年をちょっと振り返った時に、はい、今年何のスマホをね、うん、買ったかっていうのを皆さんにお伝えしたいな。いっぱい買ってますからね。そう、でも今年はねかなりセーブして、もうなんかあの YouTube をそうなんですよ、 YouTube を始めた年はもうなんか1年間で11台ぐらい買っちゃって、ちょっとなんかやっぱりね、うん、初めての年だったからすごい張り切りすぎて、うん、なんか11台もね買ってしまったというね、ちょっと後でねやばいってなっちゃって。やばいねそれは。そう、だから今年はちょっとね、もうちょっとペースを落として、ちょっとねお金のことも考えつつ、うんうん、だいぶ減らしたんじゃないかなと。え、何台ぐらい買ったんですか。ね、買ったのはそう意外に少なく6台。あ、今年で。今年6台だった。なんかあの案件、少ないですね。そう、案件とかで結構スマホのご紹介をすることが多かったんですけど、実際買ったのは6台ですね。はいはい、ね、あ、意外と少ないですね。そう、なんかそしたら僕の方がいっぱい買ってるかもしれないです。そう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 、ねえ、神奈さんもレビューたくさん動画出されてましたもんね。お、結構買ったと思いますよ。うん。ねえ、そう、テコが買った今年買ったスマホが、はいはい、Xperia 5 Mark 4 と、はい、Xiaomi 13T Pro と、はいはい、Pixel 8 と、Galaxy S23、うん、あと iPhone 14 Pro と、うん、Moto G53Y 5G ですね。うんうん、そう、なるほど。で、まあ、いろんなスマホの案件をいただきましたが、うんうん、特にねちょっとテコの中で扱ったのが、ゲーミングスマホのレッドマジック 8S プロと、はいはい、あと、ユニヘルツさんのジェリースターというスマホが手に、ちっちゃいやつですか。そうなんです、手に入って、そう、うんうん、だから、まあ、この辺をねレビューさせていただいたりしてたんですけど、はい、ね、この中からね今回はちょっと、うん、一番のテコズランキング、 お気に入りをお気に入りお気に入りを、まあ、みんなねみんないい子たちなんですけど、はいはい、特にお気に入りをね、うん、ちょっと、はいはい、教えてください。したいかなと思ってます。今年のテコのお気に入りスマホは、はい、ゲーム部門ではゲーム、いろんな部門があるんですね。まずちょっとね、ちょっと、うん、まあ一応ちょっとね、ちょっとそんな多くないけど、ゲーム部門では、うん、レッドマジック 8S プロです。お、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。そう、なんか、
こちらはゲーミングスマホなのでやっぱり画面もね見やすくて、でゲーミングモードとか LR トリガーとかもあって、とにかく、うんうん、まあ、ゲームをするときにはね大活躍してくれて、はいはい、であとテコにとってね初めての、生まれて初めてのゲーミングスマホでもあったので、もうなんかね楽しいんですよ、いろいろギミックがはい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 、そうだからなんかねちょっと、うん、新しい扉を開かせてくれた一台となっていますゲームは、はい、ゲームはよくするんですか？レビューしたりするときに原神とかあとプロセカとかするから、うん、はいはい、そう、それのためにもちょっと鳴らしでやってたりとか、ね、まあ、ちょっとリアルでちょっとね、うん、楽しんでる部分もあるんですけどそう、うん、そうゲームは、まあ、うまい下手はちょっと置いておいて、あとゲーミングスマホでゲームするだけでちょっと、うんうん、なんか上手くなったような気がしたりとかしてそんな感覚を味わいながらやってますけども、はい、ね、じゃあ続いては、写真部門でお気に入りなのは、はい、ギャラクシー S23 ですいいですね、ギャラクシーも。ギャラクシーね、ちょっとね写真の色がね派手に映りがちなんですけど、うんうん、まあ、逆にねそこがいいみたいな、その食べ物とかお花とか、うん、あと、うんうん、お空の色とか結構テコの好みの色をしてるので、うん、そう、なんかそう iPhone と比べるとやっぱりこの、うん、ギャラクシーって濃く出ますよね。 iPhone はなんか自然に出ますけど、うんうんうん、ギャラクシーはなんかこう加工されてるというか、そうそうそう、処理されてる感が出て、そう、映えるんですよ、鮮やかにね、ね、わかります。でなんかスマホのレビューをするときはやっぱり比較用でね、このギャラクシー S23 ちゃんに一緒に行ってもらったりすることも多いんですけど、うんうん、そう、ね、まあ、でも他にもね iPhone 14 Pro とかはなんかまあお仕事とかプライベートの連絡用としても使ってて、うんうん、iPhone のいいところとこの無難にこなせるところっていうか、ね、ただちょっと重いっていうそう、あとライトニングですからね。あ、そうですね、やっぱりね僕は15 Pro 買いましたけど、うんうん、やっぱいいっすよ USB-C は。それのためにそこが重要で買い替えるっていうね方もね、うん、いたりしてね、うん、うんうん、あとXperia 5 Mark 4 は、はいはい、思ってた以上にね電池持ちがよくって、で YouTube を、あ、そうですか、そう、 YouTube 見たり、まあ、X 見るぐらいだったらもう2日間ぐらいね持ちますね、電池が。ただちょっとね発熱しやすい子だから、ちょっと激しい使い方はしないように気をつけてます、うんうん、なるほど。結構ねなんかこう縦にね長っ細いから、うん、なんか持ちやすくって、そう、なんか結構この子もお気に入りです。お気に入り多すぎるなお気に入りすぎる。普段はじゃあ普段はスマホは何個持って出かけてるんですか？あ、普段はまあ基本的にまあ3台ぐらい持ち歩いてて、そう、まあ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 、重たくない？え、うん、シンプルに重たい重たい重たいんですけど、重たいんですけどね、うん、なんかやっぱりちょっと、うん、なんか3台持ち歩くのが結構慣れてしまってああ、なるほど。うん、今は結構iPhone 14 Pro と Xperia 5 Mark 4を主に使ってて、で、はいはい、まあ、もう一台はサブ端末というか、サブサブ端末というかとして、うん、まあ、うん、Galaxy S23 とか Red Magic 8S Pro とか、Xiaomi 13T Pro とか、うん、Pixel 8などを気分によって使い分けてます、うん気分で使い分けていいと思いますよ、すごく。ありがとうございますちなみに僕は、うん、メインが、ね、Pixel 8 Pro なんですよ。でサブが15 Pro です、 iPhone。 あ、なるほど。基本的にはこの2つです。なるほど、じゃあ2台持ちってことで。2台持ち、ね、これでも重いなっていう感じはするんですけど、うん、機能は使い分けてるんでどっちもないと困っちゃうんで。あー、でもねちゃんと役割をね与えて、一つ一つに役割を与えてあげないとね、
そう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 、そうそうそう、せっかく持ち歩くんだったらねみたいな。そう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 、なんで僕ね、うん、基本的にピクセルで楽天ペイとかそういう決済するんですけど、うんうん、あのスイカだけ謎に iPhone ですからね。スイカだけ謎に iPhone。 そう、そっかそっか、 iPhone に入れてあげようと思って。なるほど、それはどちらもないと困りますね。そう、そう、役割をねあげようと思って。続いてなんですけど、はい、2023年一番ショックだったことを教えてください。あ、じゃあテコから行こうかな。ちょっと今考えておいてください。ショックだったことを。あ、わかりました。はい、じゃあテコはね、今年一番ショックだったことは、うん、うん、iPhone 14 Pro をトイレに落としたこと。あー、これはショックだ。ショックだ。X で言ってましたね。僕見て笑っちゃいました。そうそう、ポストしたんですけど、そう、うん、あまりにもショックだったから。お出かけした時にお手洗いに行ったんですよ。トイレの真後ろにくぼみがあって、うん、荷物置き場があって、それで、うん、そのトートバッグにテコの iPhone 14 Pro はいたんですけど、うんうん、テコがそのトイレ終わって立ち上がったぐらいに、その後ろに立てかけてた荷物が思いっきりトイレの方を出かけて、うん、ザザーンって倒れ込んだんですね。うん、それでポチャンってなんか言って。スマホ以外もじゃあ落ちたってことですか。あ、スマホ以外もちょっとね落ちちゃったんですけど。実は落ちちゃったんですけど、まあ一番スマホがショックだったですね。そうね、え、うん、ちょっと気になったんですけど、はい、え、その落ちた時のなんていうか、この水はもうリセットされた水ですか。あのちょうどザザーって流してる中途半端な時ですね。中途半端ですね。中途半端な汚れですね。そう、うん、の時にガシャって落ちたんですね。なるほど。だからもう本当になんか渦巻いてる中にスマホがいるみたいな。はい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 。そうそうそう。で流れることなく引っかかって、もう叫びましたね。水がきれいになって。嘘ってね。嘘って言って叫びました。ショックだな。僕はトイレに落とした経験は一度もないですけど、そのショックな具合はわかります。いやもうちょっと来年はこれやりたくないなと思って、うんうん、ちょっとなんかあのくぼみに荷物を置くときはちょっと気をつけなきゃと思って、うんうん、もう心に誓いました。それショックだな、うんうん、じゃあ川梨さんのショックだった出来事は何でしょうか。僕ね、意外と今年はまあいいことが結構多いかなっていう年だったんですけど、うん、まあ、あえてまあショックだったなっていうのは、3年ぐらい前にあの虫歯の治療をしたところがあったんですけど、うんうん、また痛くなってきて、あら、そうで歯医者行ったら、うん、もう神経がちょっともうお亡くなりになっていますみたいな言われて、うん、そうで、あのその治療をして、あのすごく目立つところだったんですよ、下の歯のね。あ、で銀歯にすると口開けた時にすごく銀歯が目立っちゃいますねっていう話をして、ちょっと嫌だなって話をしたら、じゃあセラミックっていうのが、セラミックだったかな、うん、あるよって言われて、うん、でもそれやると保険が効かないんですよ。あ、セラミックは高いんだ。そうで、その虫歯の治療、神経の治療で、あの、ね、10万円ぐらいかかったんですよ。10万。一本の歯ごときで、やば。それはショックでした。もっともっと定期的に歯医者行っとけば防げたのかもしれないけど、あ、3年ぐらい前に治療した歯で、それ以降そこチェックしてなかったんで、うん、でも意外に進行してたってことなんですね。そう、虫歯が完全に治ってなかったのか、再発したのか分かんないですけど、それは困る。10万はきつい。1本で10万はきつい、ね、いや、スマホ1台で10万は安いと思いますけど、歯1本で10万は高いなって思っちゃった。あ、そうですよね。
それがでも僕の中では今記憶にあるショックな出来事ですね。なるほど。じゃあ、うん、ショックだったことを聞いたので、次はハッピー、うんうん、ハッピーだったことを。あ、いいじゃないですか、ハッピー。そう、今年一番ハッピーだったことを、じゃあ、テコからいきます。はい。ずっと好きだった、うん、ユニヘルツさんから案件をいただけたことを。おー、素晴らしい。はい。もともと個人的に、超コンパクトスマホのアトムっていうスマホとジェリー2っていうのを使ってたんですけど、はい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 、新しくねジェリースターっていうのが出るって発表された時に、うん、あーと思ってすごく欲しいと思って使ってみたいってすごく思ってて、うんうん、ね、いろいろ調べたりとかしてたんですけど、そしたら、うん、ちょっとタイミングよくね、ユニヘルツさんからがご連絡の、いいですね、そうメールをいただけて、で、うん、ジェリースターをやりませんかっていうことでぜひみたいなそういいですね、やっぱ好きなメーカーからね、うん、お仕事をいただけるっていうのはすごく嬉しいですね。そうなんです、もうなんかめちゃくちゃ嬉しくて、なんかその時はもう本当に、うん、YouTube を続けてきてよかったってめっちゃ思いました。そう憧れのメーカーさんじゃないですかみたいな。うん、そう、ね、今もね大事に大事に大事に使ってるんですけど、本当ちっちゃくてね可愛くてね、うん、じゃあ川梨さんの今年一番ハッピーだったことを教えてください。僕はハッピーなことはね実はもう明確にあって、まあ、X では時々こう、うん、つぶやいてはいるんですけど、実はですね、YouTube を撮影するためにちょっと家をですね、うん、リフォームしてまして、うん、それがねついに完成したんですよ。おー、すごい、おめでとうございます。いや長かったですけど、うん、このリフォームが完成したのがね一番やっぱり今年一番の嬉しいポイントですね。そうですよね、もう神梨さんのね YouTube スタジオができたっていうことですもん ね夢をね年始にだって僕目標掲げてましたからね。うん、あ、ねえ、前にコラボ動画でね発表されてましたが、そう、それを叶えることができたんで、ついにすごくすごく嬉しいです。いやー、おめでとうございます。でこのリフォームの話に関しては、はい、年末のラジオみたいな動画は前後半になってて、後半の方で僕のチャンネルでこのリフォームとかについてはお話ししたいなと思ってます。はい、ぜひ川梨さんのチャンネルへ移動して、はい、皆さん今から移動してください、うん、そう、リフォームの話をぜひ聞いてください。そしてってこと、川梨さんのチャンネル登録と X のフォローをお忘れなく。よろしくお願いします。はい、ではレッツゴー。レッツゴー。